到着。今日の授業はここで材料の採取だ。はい。一応自由行動にするけど、モンスターもうろついているし、十分に注意するように。では解散。時間までには戻ってくるようにね。これだけ取れば十分だよね。まだ時間あるし、ちょっと遊んでいこうよ。なんか元気ない？そんなことはないこともないんだけど。何？気になるの。聞きたいことがあって。リラの病気のことなんだけど。私の？聞いても面白くないと思うけど。でも聞いてみたいんだ。フィロが良ければだけど。別に構わないけど。私小さい頃原因不明の病気になっちゃったの。お医者さんも治せなくて、このまま死んじゃうかもって言われてたんだ。でもその時、旅の錬金術師さんが私の村に立ち寄ったの。旅の錬金術師？うん、その人が錬金術で病気を治してくれたの。それで病気は治ったんだけど、なんかいろいろおかしくなっちゃって。そのせいで長く生きられなくなっちゃったんだって。だからフィロは平気になっちゃったの？人とか自分が、その…本当によくわかんないの。小さい頃からすぐに死ぬって言われてきたし、わからないし、だからうまく言えないんだけど、そういうの良くないと思うんだ。なんで？それは、だからうまく言えないけど。そんな曖昧なこと言われても困るよ。
って私はすぐ死んじゃうんだし。だからやめようよ、自分のこと簡単に死ぬとか。だからなんで？だからうまく言えないんだってば。もういい、メイン君なんて知らない。フィロ、行っちゃった。こんなつもりじゃなかったのに。もうベイン君ってば、なんであんなにしつこく言うんだろう。世間一般の常識ではヒロの方がずれてると思うけどね。そんなことないもん、常識なんて知らないくせに。ヒロよりは知ってるよ。大体ヒロこそどうしてそんなに怒ってるの？怒ってなんかないもん。やれやれ、さっさと仲直りした方がいいんじゃない？なんで私が。あれ、ヒロ、ちょっと。全員戻ったな。それじゃ教室に帰るぞ。待ってください。ん？どうした？フィロがいなくて。ん？本当だ。誰か知らないか？これはもしかしたら一大事か？監督不行き届きなのか？僕探してきます。あー、こら、勝手に行くな。ああ、みんなも手分けして探してくれ。一人では行動しないように。こりゃ後で教頭に大目玉かな。
あの声は。なんだろう。体が軽い。そっか。私、また倒れちゃったんだ。ベイン君、怒ってたな。でも、私も怒ってたし。このまま会えなくなったら、ベイン君、怒ったまんまなのかな。それはちょっと…フィロ！起きれる？大丈夫？フィロン、ダメだ！早く運ばないと。もう、来るのが遅いよ。ごめん。でも絶対助けるから。当たり前だよ。ほら、急いで急いで。もうやめよう。私たちが言い争っても何が変わるわけでも。そう、疲れたわ。なんだか、あの子はそういう運命だったんだ。安いっす。そうでも思わないとやってられないんだよ。そうね。そう思っておけば。ああ、最初から覚悟しておけば、あの子がいなくなった時も。大したことじゃない。だけなんだから。あ、起きた。ピロ先輩、大丈夫ですか？痛いの？あれ、なんで泣いてるんだろう。おかしいな。まったく、無駄な心配をかけるな。貴様なら必ず生きて帰ると俺様は信じていたぞ。はいはい、さっきまでオロオロしてたくせに。でもベイン先輩が見つけてくれなかったらどうなっていたか。ベイン君が。もう時間も遅い。明日までゆっくり休ませた方がいいだろう。そうだね。それじゃあ起きたばっかりだけど。顔を見たら安心したわ。それじゃおやすみなさい。何かあったらすぐ呼んでくださいね。後のことは先生にお願いしておくから。どうしたの？ベイン君、ちょっとだけお話ししてもいい？僕？いいけど。おやおや、フィロさんってば？
あらあら、二人っきりでお話。いかなブエインといえど、弱った女性と二人っきりにするのはいただけんな。バカなこと言ってないで行きますよ。あまり長居しないようにしてくださいね。何かな、話って。うん、そのありがとう、助けてくれて。そんな、いいって。僕があんなこと言ったのが原因なんだし。ううん、レイン君は悪くないよ。確かに喧嘩したせいで飛び出して迷子になって倒れちゃったけど。ごめんなさい。ああ、そうじゃなくて、とにかくベイン君は悪くないの。ちょっとだけベイン君の気持ち分かったし。もし喧嘩したまま会えなくなっちゃったら嫌だなって。多分同じだよ。僕だって喧嘩しててもしてなくても会えなくなったら嫌だし。ヒロがそう思ってくれるなら、ずっと喧嘩したままでもいいかな。それは困る。冗談だよ。僕もヒロと仲直りできてよかった。もう、レイン君。で、そろそろ休まないと。また明日ね。うん、おやすみなさい。取ってきてやったぞ。頼まれていたものできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。最終任務完了。今回もちゃんと終わりましたね。うん、あとは終業式を待つだけ。サルファ、本当に大丈夫？こないだから全然。すまん。どうやらこりゃダメだな。サルファ？え？死んじゃったの？マナが死ぬわけないだろう。だが。
ずいぶん弱ってるみたい。そんな、どうしたら。落ち着け。我々だけではどうしようもない。こんな時くらい教師を頼ってやれ。そうだね。ゼップル先生のとこに連れてこう。